陸上、日本選手権第1日、2024年6月27日新潟、レンカビッグスワンスタジアム。写真あり、女子走り高跳びで3連覇を達成したのは、明石家さんまも続婚のジャンパー。パリ五輪の代表選考会を兼ねて開幕し、女子1500m で日本選手権初出場となったドルーリー朱瑛里、シェリ、16=岡山、須山高2年。が、28日の決勝に駒を進めた。予選1組に登場した16歳。今年1月の都道府県対抗女子駅伝後には、今年は実業団の選手と走れるレベルになれるよう頑張りたい、と話していた。予選は2組行われ、各組6位以内が決勝へ。ドルーリーは序盤から積極的なレースを披露し、4分15秒50の自己ベストに肉薄する4分16秒69の1組6位で見事に予選を通過した。予選からしっかり6番以内に入ることを目指していた。しっかり決勝に残れてよかった、と話した。